ここで俺は一体何をして、あっ、ってん、なんで俺はボールなんか持って寝てたんだ。そうだ、思い出したぞ、俺漫画読んでたんだ。どこまで読んでたっけな。あ、そうだそうだ、その前にあれを検索しようとしてたんだ。あれ、 iPhone どこだ、あれどこやったっけな、あれ確かこの辺に入れたような、あれここじゃなかったか、あれじゃあこっちかな、あ、やっぱりここか。さてさて、よし、サファリを開いてと、あれ俺なんて検索しようとしてたっけ、あれ全然思い出せないな、あれなんだっけな、なんだっけ、あー、こんな時はコードを巻き戻せばいいんだ。まずは電子レンジに iPhone を戻して、閉じて、そして洗濯機も見たから見て、あとは漫画を読むだけ。ダメだな、全然思い出せないな、どこやったっけな、モヤモヤするな。こうなったら強行手段だ、脳に衝撃を与えるしかない。硬そうなボールもそばにあるし、よし行くぞ。ここで俺は一体何をして、あ、ちょ、